語ができるということと英語で講義ができるかというのは全然違うんだ。マサチューセッツ工科大学で講師したから英語がすごいと思うだろう。逆なんだよ。学生の偏差値が高ければ高いほど聞く能力がすごく高いんだよね。アメリカの、ね、大学の俺レベルの高さっていうのは教えるレベルの人たちの学び体力がすごいことなんだ。で日本の、ね、大学のレベルの相対的な低さっていうのは何かっていうと学生のレベルが高いのに対して教授助教授の知識レベルって意味じゃない、学びたいレベルが異常に低いんだよね。あ、通訳いたよ。1日目と2日目は通訳使ってたんだけど3日目から通訳はもう横でぼんやり見てるだけで笑ってたよそれぐらい僕のね英語は独自的で面白いんだってさ。英語ってさ言いたいことがあればそんな難しくない。言いたいことさえあれば人間っていろんな表現を駆使してボディーランゲージを含めて言おうとするからそれが一番上手くなるコツなので、日本の現状を説明してくれって言ったらそんなに英語が上手くならないんだけども、漫画とか説明してくれとか聞かれたら1時間ぐらいの講演はできるんでこういうところがお前ら悪いっていう